力と戦うために海賊ガッチガイダースマッシュ輝け輝けアステカの星パワーとファイトが燃え上がるアステカイダー俺は行くアステカイダー俺は負けない。神聖なリングに殴り込みをかけたブラックミストの前に彗星のように現れた正義の戦士アステカイザー。その仮面に輝くアステカの星、そして地獄の死闘に命を懸けるアステカイザーの正体とは、恐怖のサイボーグ格闘士。シュン、先生。長い一年だった。だが君は秘密を守り、よく耐えてくれた。しかしシュン、本当の戦いはこれからだ。奴らは血眼になって戦いを挑んでくるだろう。望むところです。ブラックミストを倒すことは君の義務だ。アステカイザーに課せられた義務だ。いいか。ブラックミストを倒すことができるのはアステカイザーだけなのだ。そのことを忘れるな。はい。しかし先生、俺は高橋俊としてサタンデモンが率いるブラックミストと対決したかった。殺された兄のために。兄さん、大丈夫か。兄さん、早くしろ、しっかりしろ、早くしてくれ、早く。早く寝かして。よしよし、ここだ。何か一緒に行くのか。兄さん、あ、ソテーでない。しっかりしろ。ソテー、試合に勝っていたじゃないか。どうして急に。キュイ、兄さん、なんだよ兄さん。ハンズ、奴らの、奴らの技には何かある。え、何、なんだ、なんだよ。秘密が、なんだよ兄さん、なんだよ兄さん。シュン、第二、第三の俺を出さないために、奴らを、兄さん、奴らお前の手で、兄さん、兄さん。くそー。シュン、どこへ行く。待て、離せ。サタンデモン叩きのめしてやんだ。シュン、今やめろ。ブラックミストを叩きのめす時は必ず来る。シュン、リングの上で決着をつけるんだ。くそー、くそー。強い兄だった、優しい兄だった。そして同じプロレスラーの道を進む俺にとって偉大な先輩でもあったのに。兄さん、サタンデモンが率いるブラックミストを必ず俺が倒してやる。シュン君、ブラックミストを本当に倒したいのか。はい。あのような邪悪な奴らに神聖なリングを汚されるのは我慢できません。先生も愛の最後の言葉を聞かれたでしょう。奴らの技には何か秘密があるんです。その通り、サタンデモンの怪しい術に操られているんだ。しかしシュン君、ブラックミストにはもっと恐ろしい13人のサイボーグ格闘士がいる。サイボーグ格闘士。シュン君、私と一緒に来なさい。君を私の研究室に案内するのは初めてだったね。はい。へえ、すっげ
な。先生、これは？メキシコの奥地に15世紀頃栄えた戦士の国、アズテクの秘宝。アステカの星と英雄アズテクーザーの像、そして身にまとっていた衣だ。私はこれらをその遺跡から発掘して持ち帰った。俊君、サタンデモンの本当の狙いはこのアステカの星なんだよ。この星こそ世界で最も強い男にだけ与えられる栄光の印なんだ。私は今日あることを予期してこのアズテクの衣から研究を重ね、ようやく鉄よりも硬くゴムよりも柔らかいアステック樹脂を完成し、それで脅威のファイティングスーツを作り出したのだ。ファイティングスーツ？シュン君、ブラックミストを倒すただ一つの方法というのはこれしかない。だがこれを身につけるためには限界を超えた強靭な体力と心が必要なんだ。シュン君、それができるのは君だけだ。いや、君しかいない。先生、このアステカの星は決して奴らの手に渡してはならん。シュン君、君は今日からアステカイザーと名乗るのだ。そして今、アステカイザーとなったシュンのブラックミストとの果てしない戦いが始まったのだ。兄さん、俺はやる。見ていてくれ。殺せ。殺して輝くアステカの星を我が手に。サタンソルジャー。アステカイザーを見つけ出せ。サタンソルジャー、それは呪いの霊能術で操られているサタンデモンの殺人部隊である。なんじゃあの車は。あれ、あいつだ。ぬっくさくさくさ、にょ、にょ、よし、私はね、親睦者の端くれだ。待って待ってちょうだい。シュン、奇妙な連中が現れた。奇妙なやつ？おそらくサタンデモンの配下だ。シュン、いよいよサイボーグ格闘士が出てくるぞ。何ですかあれは。これはゴレキングといって、君を特訓するために作ったファイティングマシーンだ。今日から君の相手だ。よし。よし来い。ゴレキング、ゴー。よし。
常に油断は禁物だ。奴らはいつどこから襲ってくるかわからないんだ。はい。お前、後ろに目があんのか。まいったまいった。カラス、うなって泣くのは死にそうだよ、腹減って。忙しいわけないんだよ、あの店は。はい、お待ちどうさま。あー、来た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 。ゲンさん、待ってたんだよ。うんうん、腹減って死にそうだって言ってたの。早く早く早く。一つ、箸箸箸、これね。二つ、やっとありつける。三つと、源さん、僕二つだよ。これは俺のおごり。悪いね、先輩。何か言ったか先輩。調子でいいこと言えやったからやろ。いただきます。週はまた野球か。うん。しかし、あいつはのんきだね。この大事な時によ、うん、俺はあいつの気持ちが分かんないね。え、男はやるべき時にはやらなくっちゃ。あ、聞いてんのか。うん、聞いてんのか。聞いてんのか。ファイト、ファイト、チュンコン、ファイト、はい、チュンコン、ファイト、ファイト、あのね、ファイト、うん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 、うわっ、リキさん、おう、シュン、おい、ゴー、え、リキさんが懐かしいな。神崎、はい、アステカイザーってどんなやつだ。悔しいけどすごいやつです。今まであれほどのレスラーに会ったことがありません。リキさん、おお、病院を抜け出すなんてなんてことするんだ。シュン、どうした。いや、ちょっと今日はみんなに話があってきた。ちょうどいい、坂田さんも聞いてくれ。はい、どうぞどうぞ、聞きましょう。俺はこの間の試合のチャンピオンベルトをコミッショナーに返したよ。え、チャンピオンベルト。え、リキさん、あれは正々堂々と戦って勝ったリキさんのものじゃないか。しかし俺はブラックミストの先決のヘルに敗れたんだ。あんなのはプロレスじゃない。シュン、負けは負けだよ。リキさん、俺にはもうあれを奪い取る力はない。しかし神崎、お前にはある。シュン、お前にもある。オロ、お前にもだ。はい。シュン、お前にはもう全くプロレスに戻る気持ちはないのか。大二郎が死んだ時のあの怒りはどうしたんだ。1年前の強いお前はどこ行ってしまったんだ。旬は勝ったんだ、腰の毛の臆病者に。旬、お前は病院へ闘技を持ってきてくれた。あれはどういう意味だ。ただ力さんを慰めてあげよう、そう思っただけだ。本当にそれだけか。お前は俺に代わって東洋のようにこれからも戦うという意味かと思ったよ。旬にできるもんか。敵どころか己とも戦えないお前に。とぁ、リキさん、神崎さん、ゴロ、俺は誰一人観客のいない死のリングで命ある限り戦い続ける峠なのだ。ルアー様、サダンソルジャーを使ってアステカイザーの行方を探し出そうとしましたが見当たりません。何とぞ陽気お知恵を。ああ、今日はバカウキの出るよ。やめろ。
たんだ。今そこで助けてみな。え、待て、この小僧はブラックミストが預かる。恨むんならアステカイザーを恨め。エクカエクカエルエクカダイオースモクダセンサーデンニドロクラオースモクカイザー待ってたぞ。サタンデーモン、その子を放せ。もともとこのガキに用はないわ。うん、サタンソルジャー、はい、我がサイボーン格闘士第一号ブラディ・ホーネットだ。お前のために死のリングを用意した。ここだ。ブラディ・ホーネット、ぶちのめせ。変わる。アステック樹脂で全身を覆われたシュンの肉体が衰えた時、アステカの星の光は消えるのだ。シュン、倒せ、倒すんだ。兄さん、ダーカイザーイン。
覚えておけ。助けちゃん、助け、助けちゃん、あ、お父さん、助けちゃん、あ、助け、助けちゃん、大丈夫か。へっちゃらだよ、アステカイザーが助けてくれたもん。アステカイザーありがとう。おのれ、アステカイザー。ルアー様、今度こそ必ず。ルアー様、サイボーグ格闘士デビルスパイダーを使って必ずや。デビルスパイダー、そうです、このデビルスパイダーです。しかしサタンデモ、お前に13人のサイボーグ格闘士を与えた。だがもしアステカイザーを倒せないその時は、その時はお前は地獄へ落ちるんだ。サタンデモンの野望を打ち砕くため完全と立ち上がったアステカイザー、そしてその行く手に待ち受ける敵デビルスパイダーとは、行け正義の戦士アステカイザー。なるんだ、いつかは僕も強くなるんだ、あなたのように。ファイトファイトファイト、アステカイザー、正義の戦士アステカイザー。マスクに燃えるアステカイザーを捕らえようと、サタンデモン率いるブラックミストは新人レスラー狩りを始めた。五郎の親友アイダにもブラックミストの魔手が迫る。アイダが危ない、チュインを走れ、戦えプロレスの星アステカイザー。